えい。肺活量カービィのピンボールします。肺活量カービィのピンボール。前のカービィのピンボールと、前の肺活量カービィと同じような感じです。カービィのピンボールっていうのは、右と左の、レバーを操作して、ボールになったカービィを弾くっていうゲームですね。で、今回も肺活量コントローラー。これは肺活量コントローラー4号機です。前回のちょっと、なんか紹介されて伸びたやつは、肺活量コントローラー2号機だった。で、3号機を間に作ろうとしたけど、頓挫して、これが4号機。今回は、やることは一緒なんですけど、中に金属の、ちゃうな、ピンポン玉にアルミホイルを巻いた、まあ、金属の玉があります。これがこっちに行くと、ここの2箇所の接点を、と触れて、ここに電気が流れてボタンを押す。吸うと、今度ボールがこっちに来て、アルミホイルの玉を伝って、2箇所の接点に電気が流れて、ボタンを押す。という感じにしてます。で、今回は吸うと、左のレバー、吐くと右のレバーが動くようになってます。正直動作は、ややいまいちかもしれないです。まあまあ、おいおいね、改良していこうかなと思ってるんで。まあ、とりあえずやろうか。一番簡単なもんやから、ウィスピーウッズのとこ行こう。ちなみにこっちが A ボタンの役割も示し、してるとはずなんで、違うか合ってるな。早速拭いてコントロールするか。あ、ちなみにね、もう、この2つのボタンしか使わないですよ、このゲーム。だから僕の手は完全にコントローラーから離れております。じゃあやります。こんな感じっすよ。前よりボトルの大きさ自体は随分ちっちゃいんですけど。何の油断もできん。やばいな。いよいよゲーム実況行き。どうしようかな、これ。なんか、いい感じになってる。さ、こんなん、今んとこどうしたらいいの今んとこさ、なんか、ね、トーテムポールじゃないわ。イースター島のモアイみたいなのが置いてさ、あいつにぶつかるやん、思いっきり言ったら。あかん。実況的やん。痛い。いや。どうしたいな、これ。あかん。全然あかん。喋りもゲームもできやん。これ、そういえば、昔小学生の頃とかした時も、普通にむちゃくちゃ難かった気がすんな。ちょっとこれ早まったか。いけ、くそ。よし、いけ。やめようかな。これはあかん。しんどいとかじゃない。しんどいけどしんどいとかじゃなくってゲームとして成り立ってない。もう、ええから。よいしょ。ちょっと、ウィスピーウッズの面が、難しすぎるんで。これあかんのか、スタートか。そう、左手を使ってしまった。やめとこう、ここは。素直に台本乗ろう。クラッコの面からいきます。よし。あのね、なんか、あの謎の、仕掛けの、ここもかここもいるやん。なんかなんか吸ったら怒って飛んでくるやつをさ、激破せんとかの。いけ。さっぱりいかへん。どうすんのこれ。前のあれか、あのスロットみたいな、カービィを3つ揃えたら、行くってことかな。ちょっと、あかん、俺パート1にしつつ、これをコントローラーを、
改良していってやろうと思ったけど、ちょっと勝ちの目が見えへん。違うゲームしようかな。くそちくしょう、この野郎。これただ多分ポピー、じゃあ右の目いたらポピー随分出世したな、中ボスやったのに大ボスになってるやん。クラックより格上の、ちょっと目の前がクラクラしてきた。一応でもウィスピーが一番簡単ってことやろ。ウィスピーズ行こうか。ちょっとここ落ちるな。このままなんとかしてしまえ。あー落ちた。どこまでも落ちた。ここのタイミングもさっぱりわからん、復活のタイミング。どうしようかな。嫌になってきた。ここまで手応えがないとちょっとこれは失敗と言えたら、4号機失敗か。4号機の方が、操作の安定性を向上させたつもりだったんですけど、ちょっといまいちここの端子の反応が、微妙やな。いけてるように見えると思うんですけどね。結構これ本気で吹いてるからなんとかなってるんですよね。いろいろこう改善点はあるよね。そこを改善して。やるかやらんかわからんパート2で、ちょっとリベンジしようか。やるかやらんかわからんけど、もう違うゲームしようかな。嫌になってきたな。ちょっとこのコントローラーがいかにいまいちかっていうのを、他のゲームで検証しようかな。まあ、ええわ。とりあえずちょっと、もう完全に今までで一番手応えないけど、一回終わります。笑った時の鼻息で今ちょっとボールが動いたな。はい、肺活量コントローラーの4号機がいまいちなのか、カービィのピンボールというゲームが難しすぎるのかっていうところをちょっと切り分けるために、問題点の切り分けをするために、一回カービィします。前の、この4号機で。行くぞ。一緒。今回も、中等、涼しい。ハクタクね。ハクタクねんけどな。やってることは一緒です。そうやね。問題ないね、別に。ややしんどいけど、これは僕の、体力の、3年前と見事では、体力の衰えがあるんで、そういう差があるというだけで、多分、むしろコントロールはしやすくなってる気がするのね。だから、ゲームチョイスに問題があったかもしれん。だってこんなさ、滑らかに勝てなかったやん。もっこ、苦戦、くそ、苦戦したぞ。いや、苦戦したと思うの。くそ、危ない。苦戦したと思うのね。なんか今、不思議な、くそ。苦戦したと思うのね。ってことは、多分、コントローラーの質は、そんなには、くそ。そんなに、悪くないと思うのね。やっぱりカービィのピンボールっていうゲームがさ、難しすぎると思うね。あれ、普通のコントローラーであっても。普通のコントローラーであってもさ、あのゲーム難しいよね、やっぱ。ハレになってないと思うね。あれをさ、このわけがわからんさ、今後はね、やることを言いたいから、言ってんねん、俺は。誰に対して怒ってるんや、こんなに。俺は悪くねえぞっていう気持ちなんかな、これは。あかっ。くそ、コントローラーの不具合が。また言ってるわ。やばい、ちょっとね、今勝手に出たりしてるから、ちょっとね、まあ、コントローラー側の不具合もありますよ。
目の前がチカチカしだ。目の前がチカチカしだ。まあ、あると思うけど、やっぱり、ゲームむずいわ。カービィのピンボールがむずいわ。よくわかった。カービィのピンボールがむずい7割、コントローラーの不具合3割ぐらい。だから、今回のカービィのピンボール10点やとすると、残りの90点、はい、くそ。負けたところの9割のうち原因の7割はゲームやな。だから3割改善したとしても、27点しか上がらんから37点か。クリアできる気せんな。何の計算やっていう感じだけど。まあ、ええわ。はい。ちょっと、ピンボール続けるかは相当怪しいですけど。まあ、これで終わりです。本当に終わりです。はい、さよなら。バイバイ。